それでは次に大田区総合体育館で開催された大田スポーツ健康フェスタの模様をお伝えしましょう。昨年に続き2回目の開催となった大田スポーツ健康フェスタ。平成24年に大田区が行ったスポーツ健康都市宣言を記念して開催されているこのフェスタでは、スポーツ教室や体験コーナーが開設され、さまざまなスポーツを楽しめるのが特徴です。メインアリーナで行われたセレモニーでは、東京実業高等学校のマーチングをオープニングに、スポーツ健康都市宣言の読み上げが行われたほか、区内のダンスチームによるチアダンスなどが披露されました。また、セレモニーの前後に開催された面白運動会では、ゲストとして元サッカー日本代表の長嶋昭弘さん、アトランタ五輪に出場した元体操選手の田中光さん、そして大田区出身のお笑い芸人庄司智春さんらが参加。子どもから大人までが一緒に楽しめるレクリエーションで盛り上がります。一方、サブアリーナや体育室ではバドミントンやバスケットボール、全身の関節を動かして体を引き締めるかきら体操など、さまざまな体験教室が行われました。なんか終わった後ですごく体が楽になった気がするです。非常に楽しい、なんか元気なお子さんがいっぱいいますので、芸人サイドも楽しんでやらせていただいております。スポーツを通じて区民が健康で豊かに暮らせるように、そんな願いを込めて開催されたこの健康フェスタ。さまざまなスポーツを楽しんで爽やかな汗を流した参加者の皆さんでした。